6アルゼンチン VS イラン1対0アルゼンチンのゴールキーパーセルヒオロメロの西武とイランの剣士が注目された試合双方無得点で迎えた後半強豪相手のドローでイランが歴史を作るかと思われたしかしアディショナルタイムで試合が動く決めたのはメッシこの場面で見せたゴールは今大会のスーパーボールの一つとなった7ギリシャ VS コートジボワール2対1 あまりにもくっきりと明暗が分かれた試合、ギリシャが起こした奇跡とも言われる。この試合に勝てば、ベスト16進出だったコートジボワール、ギリシャリードとなるが、ウィルフリード・ボニーのゴールで同点となる。後半アディショナルタイムでギリシャのゲオルギオス・サマラスが PK を決め2点目を獲得。劇的な勝利を果たす、第1説、2説と敗退し、絶対優勝が条件だったギリシャは次戦へと進んだ。8、ナイジェリア、VS、アルゼンチン。 2対3、どちらもベスト16進出確定で迎え、消化試合になると思われた一戦、白熱しきた試合となり、取ったら取り返すという展開に観客は湧いた。試合はアルゼンチンのリオネル・メッシとナイジェリアのアーメドムサが交互にゴールし、2対2のドローという展開。しかし、最後の最後にマルコス・ロジョがヘディングシュートを決めアルゼンチンが勝利した。9、ブラジル、VS、チリ、0対0。 高いクオリティを見せたと言われる決勝トーナメント1回戦。双方譲らず PK 戦となった。PK1 回目でチリのマウリシオピニージャの放ったボールがバーに当たったところから、ブラジル優位に変わった。最終的に3対2でブラジルが準々決勝を決める。PK 戦のわずかな差で勝負が決まった熱い戦いだった。10、コロンビア、VS、ウルグアイ、2対0。 今大会はコロンビアの快進撃とハメスロドリゲスの活躍がハイライトの一つとなった。中でもウルグアイ戦は見事な試合となる。初の準々決勝をかけ全力を出し切るコロンビア。2点ともロドリゲスが決めたが、胸トラップからのボレーで決めた1点は最高のゴールとなった。2対0で解消。コロンビアのサッカー足を塗り替えた。